よくわからないけど、僕にとってあの声を聞いたのは、さっきのが初めてじゃないんだ。僕が初めてあの声を聞いたのは、中学生の時だった。ひでえな、お前やりすぎだよ。バーカ、お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声はチャイムの音に混じって聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いと思った。自分の中で何かが弾けてしまうような、あの声をきっかけに自分が壊れていくような気がした。気がつくと、その声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうであるなら、私と話している君も幻なのかな？僕は僕だよ。それじゃあなたは誰？私か。私。その声は電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと、校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方、駅の裏通りを走る都電の線路上で、このクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだよそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。変死体？うん。まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかったんだって。そう。その日、僕は胸騒ぎを感じて学校を早退した。家へ帰ると、僕宛の手紙が届いていた。差出人不明の手紙の中には一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。闇の王？うん、聞いたことある？ルリアは何か知っている、そんな気がした。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、まただ、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っている、もう一人の君だよ。僕じゃない。僕はあんなこと何も望んでないよ。落ち着いて、呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと、深く、もっと深く。君は私となり、私は君となる。さあ、欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに耳を傾けるのだ。やめて！僕に構わないで！
それがあの声を聞いた最後だった。あの声が怖かった。僕がどうなってしまうのか、それが怖かったんだ。僕にはあまりいい思い出じゃない。ねえ、さっき買った本見せてくれる？ああ。暗いのによく読めるね。私、目いいから。ねえ、ん？吸血鬼ってどう思う？憧れるよね。でも、この本に書かれてるような吸血鬼っていないでしょ？いろいろと弱点があるみたいだけど、知ってる？十字架に弱いって聞くよね。でも本当かな？よく映画とかじゃ弱点になってるよ。まあ、魔除けみたいなものだからね。でも、強い吸血鬼には効かないみたいだよ。ねえ、これ私が持っててもいいかな？いいよ。ありがとう。いいよ。ねえ。何？遊びに行こう。うん。うん。偶然会っちゃったんだ。だから今日は福田のところに泊まるから。うん。わかった。はい、それじゃあ。え？何？電話で嘘をついてしまった僕の後ろめたさを見透かすようにルリアはいたずらっぽい目をして後ずさりする。そして十分に間合いを取ってバーン！あ！こんなにたくさんの人がいるんだろうね。そんなにくっつかないでよ。どうして？だってさっきからルリアの体の感触が僕に伝わってくるから。何考えてるの？何も考えちゃいないよ。僕らはとりあえず渋谷まで足を伸ばすことにした。もう夜の9時を過ぎているというのにすごい人出だ。本当にすごい。これだけの人がどこから来ているのかと考えると実際不思議な気がする。ねえ、どこへ行くの？いいところ。わかった、任せるよ。私に任せて。ルリアは笑いながら僕の手を引いていく。泳ぐように夜の街を遊ぶ。ルリアは夜の街を遊び場に変えていく。何？外泊なんてしたことないんでしょ？そんなことないよ。本当に？あるさ、そのくらい。嘘って顔に書いてあるよ。もう。僕は拳を振り上げて怒る真似をする。でもルリアはまるで気にせずに僕の手を取って走り始める。通りすがりのタクシーがそんな僕らの姿をビルの壁に大きく照らし出していた。しばらく歩いていると開店を間近に控えた店があった。しまい忘れた白いペンキの缶。何してるの？うん、こうやってね。仕上げは
ほら、子供の足跡。誰もいない夜の街を僕らははしゃいで駆け回った。ありがとう。え？私に付き合ってくれて。強引なんだもん、君って。あんなに強引にされたら誰だって断りきれないと思うよ。一緒にいてほしかったから。え？私を分かってもらえそうな人にやっと会えたから。私一度死んでるんだ。だから家も学校もいらないんだ、ルリア。最初はね、あの声だけが私の味方だった、そう信じてた。だけど私あんたと友達になりたいよ。あんたのこともっと知りたい。僕も。通過する列車が僕の言葉をかき消していく。かき消された言葉の後に僕の心に過去の不安なイメージがよみがえる。僕のそばにいると君死んじゃうかもしれないよ。え？僕が知らないうちに君にひどいことをするかもしれないんだ。ひどいこと？僕があの声を気にするのは中学時代の辛い過去のせいだけじゃない。むしろあの後に見た夢が、人殺しの夢が僕には気になっていたんだ。僕はルリアにその夢のことを。ルリアはさ、人を殺した夢見たことある？人を殺した夢？僕はあるんだ。クラスメートが殺される前日のことだよ。僕は夢の中でその光景を見ていた。駅前の繁華街にゲームセンターがあるんだ。そこから出てくる彼らの姿が見えた。そして都電の線路上、どこかで何かよくわからない生き物のうなり声がしていた。そこで僕は自分の部屋のベッドで目を覚ましたんだ。でも僕の体は血まみれで、しかも裸だった。僕は父さんに見つからないように風呂場へ行って震えながらシーツを洗った。あれは一体何だったんだろう。本当に夢だったんだろうか。白状するとね、僕は腕力にはまるで自信がないんだ。でもね、ボクシングとかプロレスとか戦っている人たちが血を流すのを見ていると、血が騒ぐんだ。ゴボゴボと沸騰するみたいに体中が熱くなるんだ。おかしいのかな、僕は。
ごめんね、私明るいのは苦手なんだ。じゃ。さよならも言えなかった。空がようやく明るくなる頃、僕は家に帰り着いた。僕は音を立てぬようにそっと勝手口から中へ入る。父さんは居間のソファーで仮眠をとっている。僕は足音を忍ばせて階段を上った。なんだろう、不思議な日だったな。ルリア、あの子にもあの声が聞こえる。もう一度あの子に会いたい。僕は昨日からのことをあれこれ考えながら、いつしか深い眠りの中へ落ちていった。目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっている。居間へ入ると、父さんと母さんがアルバムを見ている。あら、久しぶりに顔を見せてくれたわね。どう、勉強はかどってる？うん、まあまあ。ずいぶんゆっくりと休んでいたようだね。まあ、うん。そろそろお腹も空いた頃だろう。何見てるの？昔住んでいた桜ヶ丘の時の写真よ。父さんと母さんはアルバムを見続けている。昔住んでいた桜ヶ丘のことを話しているようだ。ほら、これ。あら、あの子が生まれた時ね。僕が生まれた時、父さんと母さんは借金までして桜ヶ丘に家を買った。でもその家は10年前の台風の日、あっけなく土砂流に飲み込まれてしまった。ねえ。何？まだあの時のことは思い出さないの？うん。その台風があった時、僕は一人で留守番をしていたらしい。そして土砂流による家の崩壊。でも初めの救助活動で僕の姿は見つからなかった。僕が見つかったのは1週間後。家のあった桜ヶ丘から北へ50キロほど離れた隣の県の河原付近をさまよっていたところ、保護されたらしい。残念ながら僕にはその時の記憶がまるでない。ただ右の脇腹には多分その時に怪我をした大きな傷跡が残っている。父さんはその時の事故の後、母さんと話し合い、それまで勤めていた出版社を辞めて家に残ることを選んだ。家族を大事にしたかったんだ。人と競争することが嫌いなんだ。僕から見ても優しすぎるんだと思う。でも父さんって家に引きこもっているせいだろうか、同じ年の大人と比べてもとっても若く見える。まるで年を取ってないみたいだ。なあ、やっぱり何も覚えてないのかい？何が？君が見つけられた時、傷口を赤い布切れで止血されてたんだよ。それがどうかしたの？うん、あれってセーラー服のスカーフじゃないかと思うんだけど、なんであんなものが。僕に聞いてもわからないよ。僕は食事を終えて居間へ戻った。ソファーに座ってアルバムをめくっていた僕は一枚の写真に驚く。桜ヶ丘にいた頃、家族と共に出かけた花見の写真。
うして。これは10年前の写真のはずなのに、どうしてあの子が。これ本当に10年前の写真かな。ねえ、どうしたんだい。これん、この写真いつ撮ったの。ああ、これは10年前の花見に行った時の写真だよ。これ桜ヶ丘ね。あなたがまだ7歳くらいの頃の写真かしら。でもこの年の台風で前に住んでいた家が流されたんだよ。そうね、あなた覚えてないの。うん、そうか、やっぱり10年前の写真なのか。ところで知ってるかい、あの桜ヶ丘ね、あれから大掛かりな団地を建造したんだけれど、バブルの崩壊で今はゴーストタウンのようになってしまったらしい。それからしばらくは何も起こらなかった。ルリアとは連絡先を確認し合ってなかった。でもまたきっと会える、そう思っていた。いつの間にか桜がほころび始めていた。季節外れの台風が近づいていた。駅前の書店で注文していた本を受け取った時にはもう本格的に雨足は強まっていた。あの子君は。サヤ、おとなしサヤ。サヤ、どこかで聞いたことは。ここを離れた方がいい。え、もう遅いかもしれないな。その黒い車が走り去った後も僕はしばらく雨の中に立ちすくんでいた。夜になって雨風はますますその激しさを増した。はい、もしもし。私、ルリア。ルリア？ルリアなの？お願いだよ、すぐに会いたいんだ。あんたに頼みがある。ルリア、どうして。まさかそんなことが。ルリア、もし時間があれば自然に治ってしまうの。でも何？ダメ、やっぱりダメだよ。ルリア、私のそばにいちゃダメだよ。帰って、ここから出てって。そんな、ここに来てって言ったのルリアじゃないか。あれは私じゃない、私だけど私じゃない。あれって。ルリア、大丈夫？赤く
く流れるあんたの血が、あんたの命が。ルリア、しっかりしっかりして、ルリア。頭を吹っ飛ばされてるんだぜ。そのものが奴に効くか。死はしない。そいつから離れろ、ルリア。ルリア、あんた、私の大切な人、私と一緒に来てほしい。私を襲うの、私を狙うの。私はただ静かに暮らしたいだけなのに。ルリア、私と一緒に来て。必ず探し出す。Oh,
したけど気づけばもう何もなくて心に描く青空だけを胸に押し当ててここにいることをあなたにだけは分かって欲しい Destiny 消えない痛みどこへたどり着いても明日に触れたい心のまま Believe myself Destiny 不安な行動優しさ抱いて近づきたいって